皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。ちょっとここのところですね、厚生労働委員会での質疑のことをお話させていただいているんですが、前回前々回とお話をしています。この厚生労働委員会では、本当にこの医療福祉介護、それから障害者福祉、それから保育ですとか、子ども子育ての問題もそうですし、それから労働についても分野も本当に多岐にわたっております。で、本当に労働分野というのは本当に広くいろいろあるわけですけれども、本当にこう厚生労働省の多岐にわたる、この分野について質問していくということで、なかなかこう質問の機会回ってきたらですね、ぜひいろんなことを質問したいと思っていて、準備もしているんですが、今回ちょっと介護について質問させていただきました。で、介護保険20年ということで、ちょうど国会の中でも集会も開かれていて、ちょうど介護保険を20年検証してみてどうかというようなことも私もちょっと考えてみて、やっぱり今その介護の現場のやっぱ声をやっぱちゃんと聞いていくことはすごく重要だと思っています。で、介護現場でやっぱり働いている人たちがなかなかですね、この働きたくても働けない人も実はいたりとか、それから今本当に現場はですね、施設の人もそうですし、それから訪問の現場などもですね、本当に人が足りないというのがやっぱ現状になってきて、ひどい現場になってきています。そういう意味でやっぱりその介護に従事する人っていうのが、今その将来をやっぱりこう考えると介護を続けることができなくなっている、働く人たちの立場でですね、特にそういったキャリアアップがやっぱりしにくかったりですとか、なかなか収入がやっぱ少ないということもあって、一昔前もう本当ちょっと今もついでるかもしれませんが、結局介護の仕事をしている人が、結婚するともう続けられなくなってしまって辞めてしまうとかですね、結局だから今高齢者の方が高齢者の人を介護していくというような現場になりつつあると。実は60歳以上の方がこの訪問介護員の3割を占めているという調査結果が出ています。で、今訪問介護の現場に非常に大変だということもあって、若い人たちが入ってこなくなっていて、本当にこのままいくとですね、訪問介護の施設もそうですけども、その人がどんどん減っていってしまうんではないかという懸念があります。で、そんな中で、実は訪問介護で働く人たちを公務員にしていくというのはどうだろうかということを考えていて、そのことについて質問しようと準備してたんですが、今回ちょっと質問できなかったので、また次回質問していきたいと思っています。で、そういう若い人たちがこの介護の現場に入っていくような、そういったその将来を思い描けるような、ちゃんと介護の現場にしていかなきゃいけないということで、介護そのものをやっぱもうちょっと働く人たちのためにできるようにしていくということをやっぱりぜひ書いていきたいなと思っています。で、本当に実際介護で一生懸命働いている人たちが生活できるようにしていくということもそうですし、それからそこに魅力を感じて働く人たちが増えていくということをやっぱりこれから作っていかなきゃいけないと思ってますので、ぜひそういったことをこれからもっともっと取り組みを進めていきたいと思っています。ぜひ今後とも介護のことについて何かありましたら、ぜひコメントを寄せていただければと思いますし、それからこの動画を見ていいねと思った方はいいねをしていただくとか、コメントを寄せていただく、またこのチャンネルをぜひ登録していただいて、またこの介護についてはまた引き続き話していきたいと思っていますので、今度もチャンネル登録してこの動画を見ていただけますようよろしくお願いいたします。聞いていただいた皆さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。